2006年度因島観光アシスタント松原陽子様です。松原陽子様は地元因島でデザイナーのお仕事に従事される傍ら、本年因島観光アシスタントフラワーレディとしてご活躍されておられます。松原様、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はいろんな意見をみんなと一緒に考えていきたいと思っております。私は因島に生まれて因島でずっと暮らしているんですが、まあ、学生時代は少し出たことはあるんですが、ほとんど因島に住んでいます。で、因島の現状を見たときに、若い子がどうしても出ていってしまってるっていうのがあって、で、高齢化もどうしても避けては通れない道になってます。そういう中で農業をやめてしまった人や土地が残ったりっていうのがすごく目立っているので、そういった土地を使って女中菊、因島の昔すごく盛んに栽培されてた蚊取り線香の原料なんですけれども、それの栽培を活性化していくべきだと思ってます。女中菊って聞いてもあまりピンとこないと思うので、今日は写真を見てもらいたいと思います。今年の5月に女中菊の撮影会で仕事として撮影会に行ったんですけれども、その時初めて白い花がこんなに美しいんだなっていうのを知りました。なのでこういう場所を今は3カ所しか栽培できてないので、もっとたくさん増やしていきたいと思ってます。もう一枚写真があります。はい、本当に綺麗なんでもっと見ていただきたいと思ってます。とそれと同時にイラストと描くのが得意なので、そういったことにも、自分ができることなんで、イラストを使っていろいろ PR していきたいなと思ってます。私は女中菊を育てようということで一生懸命考えたんですけど、実際に女中菊を見に行ったりとか触れる機会が少なすぎるので、まずは身近に感じてもらうことから始めてみてはどうかと思いました。例えば昔の私が小学生ぐらいの時に広島県で花いっぱい運動っていうのがあったんですけど、その時はサルビアとかマリーゴールドを小学校中学校で植えようというのがあったので、そういう感じで因島だけでも、因島だけにはなるんですけれども、小中学校で女中菊を育ててみようっていうイベントを起こしたらどうかなと思います。他にも個人的に育てたいっていう人がいた場合は一人でも困難だと思うので、町全体や団体で協力し合えばいいと思います。例えば荒れた土地があったら普段から草を刈って耕して綺麗な状態を保ってあげるとか、お子さんがいましたらせっかくフラワーセンターとかっていう施設があるので、そういったところで種からの栽培が難しいなら苗まで育ててあげて譲ってあげるという形もいいと思います。他にもイラストの方なんですけれども、今日は写真を用意しています。はい、これは羽生町の尾道支所の前にある道路脇に描かれた壁画になります。でもう一枚あるんですけれども、もう一枚は、これも羽生町にありますが女中菊をの写真を電柱に貼り付けています。見ればわかると思いますが、すごく綺麗なのでこういった場所を私は増やしたいと思ってます。それでちょっと例えばっていう形でイメージして作ったものが次の写真になるんですが、こういう防波堤を女中菊の絵にをキャンバスにして描いてあげるだけで華やかな印象が出てきます。あとはバスの利用者が多いのでバス停がすごく多いんですが、次の写真になります。写真が出ますかね。バス停の写真を撮ってきたんですけれども、出ませんね。まあ、バス停撮ったんですよね。でそのバス停はちょっと寂れてたりとか、
まあ、普段使用してれば分かるんですけれども、ちょっとそういう場所がせっかくあってみんなが見る場所がもったいないなと思ったので、一応女中菊をイメージしたバス停に変えてあげようということで一応考えてはいます。そういう感じでイラストと農業っていうのを切り口に私は考えてみました。らしさから言うと因島はやっぱり女中菊なんだと思います。まだ因島が市だった頃に市の花として指定されたぐらい女中菊と因島は縁がありまして、昔はもっともっといっぱい栽培されていまして、市街地を一つにとってみると生産の畑の半分以上が女中菊の花だったそうです。そういう真っ白な女中菊が山いっぱいに広がる町を作っていきたいなと思ってます。